はい、というわけで今回のスピーチューブはこちらになります。老舗のお好み焼き屋をご紹介いたします。ジャンボお好み焼きみゆき、創業が50年以上のこの有名店ということで、こちら怪物メニューがあるということなんですよね。激モダン。それでは最後までよろしくお願いします。はい、というわけでね、今日のお店がこちらです。これ庭瀬の方かなにあるお店なんですけど、こちらあのお好み焼きとかね、モダン焼きがね有名なみゆきさんにねお邪魔しようかなと思います。いやね、話に聞けばね、とってもとてつもなくビッグサイズということで気になりますね。なかなか行けなかったんです。今日たまたま行く機会があったんで、この辺ね、ちょっと今日はこちらの方ねリサーチしていこうかなと思います。はい、というわけで今回はジャンボお好み焼きみゆきさん庭瀬店にお邪魔させていただきます。いざ入店でございます。店内はねこういう感じで、創業がもう50年以上になるそうですね。まあ、こちら庭瀬店なんですけど、この南区の方にもこのみゆきさんのね、新店というかそういう店舗があるそうです。メニューがこんな感じになってますが、どれをね注文しようかと悩みますね。どうしようかな。なんかおすすめってありますかね。おすすめ？なんかこれがおすすめが一番。量が違うので。はい。皆さんその入ってもらっても頼まれて。みゆきモダン。じゃあみゆきモダン。はいはい。お。大きいっすね。かなり。あ、そうですか。ちょっと食べて、はい。それかもうありだったらもう半分入れておきますけど、次の。あ、じゃあそれで半分入れておきましょうか。はい、お願いします。Thank you.
スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、完成いたしました。こちらがみゆきモダン焼きとなってます。一応一人前を半分にしてもらったんですけど、もうこの量です。もう見た目一人前ということで、なんかとろーりですね。それでは早速いただきます。いや、もうこのボリュームですよ。まあね、なんか懐かしい、まあモダン焼きかなという感じで、ね、おそらく中の秘伝のタレですかね、が多分効いてるでしょうね。でもこのボリュームはやはりネタですね。ね、全部食べるのも大変かなと思います。まあ残ったやつはね、家帰って食べようかなと思います。まあ次回はね、ちょっとお好み焼きの方もね、食べてみたいなと思いますね。いや、こういうお店がね、こういうところにあったのは初めて知りました。はい、というわけでごちそうさまでした。おいしくいただきました。はい、というわけでね、ごちそうさまでした。いやーね、まあ1人前ね、1人分注文したんですけど、2人ぐらいはあるかなとね、半分に切ってもらって、あとはテイクアウトということなんですけど、かなりねボリュームがありますね。まあ慣れたらね、これ全然1人で食べれるぐらいなんですけど、850円で、まあ、2人分ぐらいの量、まあその他ね、お好み焼きとかね、まあいろいろあるんで、ぜひ皆さん行って実際ね食べてみてください。創業がね、もう50年以上ということになってます。というわけで YouTube ありがとうございました。またよろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。